しいよ。昔の正直者でまっすぐなところがなくなったらもう寮じゃないと叱責しましたことになりました。皆様どうか寮に厳しい目を向けてください。反省してるかどうか、行動言動すべてに厳しい目を向けてください。僕も誰よりも厳しい目を向けたいと思います。最後の一人になっても謹慎処分となった他のタレントたちも謝罪コメントを発表。カードゲームキャラで大ブレイクしたレーザーランド HG さん、この度は自分の認識の甘さによる軽率な行動で多くの皆様にご迷惑をおかけしてしまったことを深くお詫び申し上げます。この謹慎でしっかりと自分と向き合い、これからの人生を覚悟を持って生きていきます。申し途中、福島義成さん、5年前とはいえ反社会勢力と知らずそこで芸をして出演料をいただきました。そのお金が悪いことをして集められた帯は関係者の皆様、先輩後輩の芸人、多くの方々にご迷惑をおかけしたことを心から深くお詫び申し上げます。詩吟ネタでブレイクし決め台詞あると思いますが2009年の流行語大賞にノミネートされた天心木村拓宏さん、私の認識不足でございました。ネタで人気を博したヌーディー勝山さん、近年地方でも応援してくださっている方がたくさんいる中、自分の認識不足によりこのようなことになってしまい本当に申し訳ば、確認不足によりあってはならない関わりが生じてしまいました。本当に申し訳ございません。アルゼンチンの元プロサッカー選手ディエゴ・マラドーナの詩がモノマネで知られるストロベリーのディエゴさん、私の認識の甘さから多くの方々に多大なご迷惑ご心配をおかけしました。そして渡辺エンターテインメント所属のザ・ブングルの2人、他事務所の先輩の急なお誘いとはいえ事務所に相談報告することなく参加してしまった自身の確認不足認識の甘さによりこのようなことになり本当に申し訳ございませんでした。相手先が不正しております。人気お笑いタレント合わせて13人が反社会的グループから金銭を受け取り謹慎処分となる。さらに会長からも会に参加した芸人はお金をもらってないというふうに、発覚した当初は聞いていた。まあその部分でね、僕自身もこの番組で『スッキリ』で